キャッチングの練習です。いいパスを送るためにはまずいいキャッチングをすることが大事だということで、ハンズアップを意識して体ではなく、両手でキャッチングする練習をします。じゃあ、始めます。まず最初にアップのコールで前に出てくる、そのボール蹴ったボールに対して必ずツーハンドで取る練習をします。それでは行きましょう。アップ、ナイスキャッチ、しっかり手を伸ばす、アップ、オッケー、ナイスキャッチ、アップ、オッケー、ナイスキャッチ、両手をしっかり出してハンズアップを意識してキャッチングします。ボールの下や上ではなく、できるだけボールの中心を両手でキャッチできるように心がけてキャッチします。また手首を固定しないように、できるだけ柔らかくボールを吸収するような感じでキャッチングを試みています。アップ、アップ、はい、次は1回ダウンを入れましょう。ダウンを入れてすぐ起き上がって同じ動き、早く起き上がる意識をしましょう。いきましょう、ダウン、アップ、オッケー、ダウン、アップ。ダウンする動きを入れることによって素早く次の攻撃のための準備をしてからキャッチングをするという練習になります。ダウン、アップ、ダウン、アップ、一人一回行こう、ラスト一人一回、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、はい、次はじゃあ背中向けてください、キッカーに。で、すぐ振り返って同じ動作、 OK、 動作が遅い、もっと早く早く試合イメージしてやりましょう。アップ、 OK、 アップ、ボールの中心を取ろう、ボールの中心を、ボールの中心ね、ハンズアップ、アップ、 OK、 アップ、ナイスキャッチ、アップ、 OK、アップ、OK、 でブレイク。じゃあ次はカラーを、3色のカラーを伝えるので、すぐそのポイントまで行ってダウンをしよう。例えばブルーだったらブルーのところに行ってダウン、そこからすぐ起き上がってボールをキャッチしましょう。 OK、 ただ単にまっすぐの動作だけじゃなくて、横、左右、前後動きが含まれます。プラスダウンも含まれるんで、もっともっと早く動きをしてください。オッケー、イエロー、アップ。ただキャッチするだけではなく、別の動きを入れることによって視野を広げたり、次へのリアクションを素早くするという動きも、要素も含まれています。アップ、ゲイ、レッドブルー、遅い、はい、起きるのが遅いよ。イエローレッド、イエローレッド、アップ、